青江又八郎が藩主毒殺の陰謀を知り、許嫁の父を切って国を出奔し江戸へ来たのは元禄13年の暮れ。ようやく由紀との再会は果たしたが、国元からは依然として刺客が放たれてくる。用心棒家業の中で触れ合った赤穂浪士たちに刺激されながら、又八郎は晴れて国元に戻れる日を待っているのだ。